球中日カップ体操がいよいよあさってから始まります。今回で20回目を迎える伝統あるこの大会、過去に数々の体操の女王を生んできました。76年の大会にはモントリオールの白い妖精ナディア・コマネチ選手が登場。10点満点の演技で会場を沸かせました。83年にはアメリカのマリー・ルイス・レットン選手が優勝。それをはずみに翌年のロサンゼルスオリンピックでも金メダルを獲得。まさに中日カップが生んだ女王です。そして去年の大会では今年10月に行われた世界選手権で見事優勝し新女王に輝いたボギンスカヤ選手が出場。シリバス選手との熾烈な争いが話題を呼びました。さて17カ国から46人の選手が集まった今年の大会も豪華な顔ぶれになりました。選手たちは続々と名古屋入りし、ここ愛知県体育館で練習をしています。今日は女子の有力選手をご紹介します。やはり話題の中心は世界選手権で活躍した選手たちです。3度目の来日となるルーマニアのシリバス選手は世界選手権での実力に燃えています。オリンピックの時とは髪型も変え、しっかりイメージチェンジし今大会2連覇を狙います。同じくルーマニアのボンタス選手は床と跳馬を得意とし世界選手権4位という実力者です。そしてソ連からは世界選手権女子総合で銀メダルを獲得し、次期女王の呼び名の高いラシノワ選手、今大会でも華やかな演技を見せてくれそうです。この他にも中国のヨウハ選手らが優勝争いに加わりそうです。大会をあと2日に控えているんですけれども、現在のコンディションはいかがでしょうか。では今大会における抱負はいかがでしょうか。Bineînțeles că sunt gimnaste bune și valoroase, cum este Lașcionova și toate care merg bine ar putea să câștige. 美しさと技の共演、89中日カップ体操は18日から愛知県体育館で開幕します。19歳です。まだ世界で個人では金メダルはありませんが、種目別では9つの金メダル、最も得意な段違い平行棒であります19歳シュタルダです。今度は坂手のシュタルダ、実に綺麗です。これはデルチェフ宙返りです。シュタルダから1回ひねります。フィニッシュを決めるかどうか、場内静まり返ってます。おっと、これはちょっと平凡でした。やはりちょっと疲れがあるんでしょうか。ダニエラ・シリバス選手の段違い平行棒の演技が終わりました。さて放送席をご紹介することにいたします。解説はおなじみの遠藤。残念ですね。そうですね、はい、いつもの折り技を見せてくれるものかと思ってましたが、期待してたんですけれどもね、真ん中まではほとんど同じですね。そうですね、このデルチェフもね、はい、はい、やはり世界選手権の後やはりいろんなところ回って試合もしてきたそうなので疲れが出てるんでしょうかね、はい、そうでしょうね、はい、去年も来てるんですがだいぶ雰囲気変わりましたね。そうですね、この1年でだいぶ女性らしくなりましたね。そうですね、まあ、いい言い方をすれば女性らしくなったと、はい、まあ、悪い言い方をしてしまえば少し重さが感じられるようになったっていうんでしょうかね。なるほどね、はい、というダニエラ・シリバス選手の段違い平行棒をご紹介いたしました。さてすでに女子の方は跳馬の演技も始まっておりますが、日本の期待13歳で全日本のチャンピオン2年連続という小菅真理選手の跳馬をご紹介することにいたします。
まあ、2本飛んでいい方の得点が彼女の得点になるわけですが、小杉真理選手、これは1本目であります。ロンダードから後方伸身宙返りの1回ひねりという技ですが、いかがですか。そうですね、着地までまとまりましたので、勝ち点の高い10点満点の D 技ですので、かなり得点は期待できますね、はい、なるほどね、はい、結局1本目の得点が 9.762 という高い得点が出ております。まだ13歳で、今年の12月で14歳になって、来年15歳になりますので、来年から国際大会出られるわけですね、はい、非常に大きな期待がかかりますね。そうですね、楽しみですね、はい、その小菅さん氏に関しまして、菅沼アナウンサーが何かリポートが入るようですが、菅沼さん。はい、小菅選手なんですけれども、毎日4時間の練習を欠かさないとのこと。1日自由な時間があったら何がしたいと尋ねたところ、体操以外は思い浮かばないそうなんです。そんな彼女も海外へ行くときにはお守り代わりにミッキーマウスのぬいぐるみを持っていくそうなんです。そんな中学校2年生らしい素顔も覗かせてくれました。なるほどね、という菅沼アナウンサーのリポートが入りました。まあ、小菅選手は加納さんね、はい、2年連続で全日本のチャンピオンになってるわけですよね、はい、もし世界大会年齢制限がなくて出たとしたらどうなんですか。かなり上の方行ってますか。そうですね、技術的には素晴らしいもの持ってますので、はい、かなり期待できると思いますけれども、はい、他のような結果かもしれませんよ。なるほどね。さて、段違い平行棒の方はもう一人のルーマニアの選手が登場いたします。ボンタシュ選手であります。このボンタシュ選手も世界選手権では活躍しまして、個人総合で4位、跳馬で2位、ゆかで3位という堂々たる成績を誇っております。ボンタシュ選手の段違い平行棒をご覧いただきたいと思います。このボンタシュ選手と中野さん、どんなところに特徴ありますかね、はい、そうですね、豊富な技というところでしょうね。なるほどね、高度な技術を楽々とこなす選手ですね、はい。今年で15歳になっておりますボンタシュ選手であります。体操のキャリアは9年だそうであります。国内ではこのボンタシュ選手が、ルーマニアの選手権などをやりますと第2位に入るんだということを言っておりましたが、まもなくそのボンタシュ選手の演技が始まりますが、上の方でこのボンタシュ選手の手伝いをしておりますのが、おなじみのシリバシュ選手であります。まあ、だいぶ体型も変わってまいりまして、女の子というのは、まあ、いろいろと年ごとに加納さん、体型が変わってきますよね。そうですね、やはり子供から女性と変わる時期、第二次成長期を迎えると、もう非常にもう女っぽくなってきますね。そうですね、はい、何か聞くところによりますと、塚原コーチも言ってましたが、身長がほんのちょっと伸びただけで、その技の自由が、そうなんです、はい、もう子供の頃にどれだけ難しい技を覚えてしまうかっていうのが今、うん、女子体操競技ではもう重要ですね。なるほどね、ただやはり女性の体操競技ですから、やはり子供ではありませんので、十分な表現力とかつくのはやはりそういう時期を越さないと出ませんので、はい、ぜひそういうところまでこのシリバ選手のように長く続けてほしいですね。なるほどね、先ほどのシリバ選手の段違い平行棒は 9.762 です。6進で行われております。89中日カップ国際選抜体操競技大会は16カ国男女を合わせまして48人の選手が参加しておりまして、今日は前半女子2種目の演技、男子3種目が行われます。さあ、ボンタシュの段違い平行棒です。非常に動きが軽快です。開脚背面飛び越しはトカチェフと言います。なかなか軽快ですね。そうですね、やはり動きがスピーディーですね。はい、おっと、銀河宙返り。もう女子の段違い平行棒ではもう離れ技は2つはもう当たり前になってきましたね。当たり前になりましたね、はい。ダブルの宙返り、叩え込みで降りてまいりましたが、はい、ボンタシュもこんな技で降りてましたか、世界選手権は。そうですね、はい、もう少し指定決定もなく着地まで決まっていましたけれども。そうでしたね、はい、クリスティーナ・ボンタシュ選手15歳です。シュツットガルトの世界選手権では個人総合で4位に入っております。このトカチェフなんか綺麗ですもんね。そうですね、まあ、ほとんどの選手が離れ技をやるようになりましたので、あとはもうどれだけ高い位置でやるか、あるいはもう高く遠くに飛んでからまた持つかっていう、そういうところがもう見どころになりますね。なるほどね、はい、今のがおなじみの銀河宙返りです。離れ技はもう体操ファンの皆さんはだいぶ覚えられたんじゃないかと思いますが、これは後方抱え込みの2回宙返り降りであります。そのクリスティーナ・ボンタシュ選手段違い平行棒の演技をご覧いただきました。
ワールドカップの予選会も兼ねております。女子の方は22人の選手が参加しておりまして、4班に分かれておりますが、ソビエトのグロシェコワ選手であります。15歳、段違い平行棒、これが最初の種目であります。これは銀河宙返りです。日本初登場。おっと、1回半になりますか、加納さん。はい、そうです。はい、この選手練習見ましたら一番難度が入ってると思いましたね。あ、そうですね、今のイエーガーですね、はい、いや、コマネチ宙返りという。あ、そうですか、はい、はい、ムーンサルトなんですね。あ、すごいですね、はい、難度は非常に高かったんですけれども、やはり実現点が大きいですね、はい、どういうふうに評価されるか、ね、なるほどね、はい、でも先ほどから見てますと随分高い点が出てますね。そうですね、やはりもう、それだけ高いレベルでの争いになってますね。そうですね、スローモーションでご覧いただいております、はい、これが銀河宙返りですね。なるほど、はい、こういう選手がゴロゴロしてるんですね、ソビエトは ね、 そうですね、もう全国的にも何十人あるいは何百人もいるのかもしれませんね、はい、世界選手権は補欠だったということを言っておりました。モスクワの出身であります。これ、ね、最後はムーンサルト、はい、ムーンサルトも最近は増えてきましたので、やはり足を閉じて実施してほしいですね。なるほどね、はい、というグロシェコワ選手でございました。さて現在フロアでは男子3種目女子2種目が次々と行われておりまして、ご紹介をしていきたいと思いますが、今度はハンガリーの選手をご紹介いたします。アナ登場しております。残念ながら今回はボギンスカヤ選手は来ておりませんが、シュトガルトの世界選手権で個人総合2位に入りました銀メダリのダシェノワ選手であります。段違い平行棒をご覧いただくことにいたします。この選手の加納さん良さというのはどういうところにあるんでしょうかね、はい、そうですね、段違い平行棒では車輪が素晴らしいですね、はい、新腕で反りもなくもう最も体の大きいまま回ってくれますので、はい、16歳です。優勝候補の一人です。開脚背面飛び越しはトカチェフ、もう離れ技はもうとにかく2つぐらいは必ず入ってきます。これが銀河宙返り2つ目、ね、何しろ強いなって感じがしますね。そうですね、また演技全体に なんとなく余裕が見られますね、はい、ここの写真は素晴らしいですね、後方抱え込み2回宙返り降りであります、はい、強さと優美さがミックスいたしましたダシェノワ選手です。このダシェノワ選手の今演技が終わったところでありますが、ちょっと得点の方が追いつきませんけれども、菅沼アナウンサーが何かリポートしてくれるそうですが、菅沼さん。はい、ソ連の選手団なんですけれども、3日前に来日したばかりということで、まだ時差ボケが治ってないそうなんです、はい、で昨日はその回収のためにもウィンドショッピングを楽しんだそうなんですけれども、その中で特に目についたのが、あの大きな単色ソフトクリームで、あれには選手たち大喜びで、今は大会前でダイエットをしているから食べられないけど、大会が終わったら絶対食べて帰ろうと、お小遣いをソフトクリーム用に残したそうなんです。なるほど、はい、はい、以上です。いかにも女性アナウンサーらしいリポートが入りましたが、どうしても食べ物の方に行っちゃうようでありますが、ラシノワ選手の得点、その他日本選手の得点などはまとめて後ほどご紹介することにいたします。今度はキリバシ選手が演技を、これから2本目の演技をご覧いただきます。ドンダードからこれで1回ひねります。伸身宙返りの1回ひねり、まあ、勝ち点としてはこれは加納さん10点満点ですね。そうですね、はい、でどうですか、この前に抱え込みでひねったんですね、はい、でそれは 9.9 なので、2本目は安心して難しい方に挑戦したんでしょうね、なるほどね、はい、この2本目は 9.875 でございました。1本目が 9.7 しましたが 9.25 でございました。これはボンタシ選手でやります。ボンタシ選手の跳馬ひねりました。綺麗に決めてます。これは加納さんに紹介してもらうことにいたしますが、加納さんいかがですか。やはり素晴らしい高さですね、はい、ただこの角度が一番よく見えるんですけれども、はい、入手した時に足が開くんですね。あ、なるほどね、はい、これはもうこの選手のもう癖なんでしょうね、世界選手権でも同じように解説してしまってるんですけれども、やはりこれはやっぱり直さなきゃいけない技術ですね。なるほどね、ただボンタシ選手はその跳馬で銀メダルを獲得してるんですね。そうですね、この選手はこの技にもう1回ひねりを加えることができるんですね。そうですか、はい、2回ひねりを行うことができるので、やはり1回ひねりで10点ですから、2回ひねったらやはりもっと難しいことやってるわけですから。なるほどね、はい、それはちょっと興味がありますね。
クリスティーナ・ボンタッシュ選手であります。 4-9-1 という表示が出ておりますが、これは同じ技ですね、はい、そうですね、はい、番号が、出されますので同じですので、多分1本目と同じ飛び方をしますね。なるほどね。ロンダードを使いまして、後方の伸身宙返りの1回ひねりという、勝ち点としては10点満点です。1本目の得点が今出てるところですが、なお先ほどのシェルボ選手の床運動は 9.70 でした。1本目は 9.875 いい得点が出ました。これはマフロディエバ選手と同じ得点です。もう一遍同じ技です。いかがですか。そうですね、2本目のが少し良かったでしょうかね。そうですか。高さとか、はい、ひねりの後の伸ばしとか、そういう点ではこちらの方が余裕があったように思いますけれども。なるほど。やはりあの足の開きというのはほとんども癖でしょうね、もう同じですね。テレビカメラは冷静に捉えますからね、そういうところをね、はい、うん、まあ、審判も冷静に見てほしいですね。そうでしょうね、はい、1本目は2本目の演技ではないかと思いますが、ビデオテープでご紹介することにいたします。 4.91 です。ロンダードから後方伸身宙返りの1回ひねり、さあ綺麗だ、はい、そうですね、やはり体がよく締まってますね、まあ、ボールに例えて言うならば、はい、しっかり空気が詰まっているので、もう非常によく弾むという表現でぴったりじゃないかと思いますね。うまいですね、表現が、はい、つま先までピシッと伸びて、はい、やはり入水の時に足の割れとかあるような選手はどこかで力が逃げますね。なるほどね。ラシノワ選手は跳馬で、1号の演技でございました。今度はソビエトのラショノワ選手であります。これは加納さん、はい、トカチェフ飛び越しですね、はい、まあ、この選手はまあ難度はもっと素晴らしい選手もいるんですけれども、一つ一つの運動がもう完璧なまでこなされているということで、やはり体操の大原則である大きさですとか美しさ、そして安定性を兼ね備えた選手ですね。ということで最後は後方の回込み2回宙返り、9.887 という得点を出しております、ということで昨日の大会が1種目目に入っております。さあ尻橋が始まります。ルーマニアのポピュラー曲をミックスしたものだそうであります。ダニエラ尻橋が床運動であります。曲が流れ始めました。12メートル四方です。お客さんの視線が一点に集まります。ムーンサルトです。決まりました。やっぱり表現力は確かに何かこう素晴らしいものを持ってますね。そうですね、何か人を引きつけるような良さがありますね、まあ、それも点数になりますからね、やっぱりね。そうですね、やはり表現力っていう点では採点競技なだけに審判がごまかされるという、はい、まあ、悪い表現で言ってしまえばそうなんですけれども、やはりでも観客にとっても大事な部分ですね。幾分個人総合選手権ということになりますと悲劇のヒロインという感じで見られておりますが、ドブレに敗れ、シュシュノアに敗れ、そして今年もボギンスカヤに敗れ勝てませんでした。あ、曲のテンポがちょっと変わりました。場内から手拍子であります。手拍子を誘うところがまた点数になってしまうというこのダニエラ尻橋。女子の体操の花は床運動です。場内何かうっとりしています。後方抱え込み2回宙返りが、これが最後のシリーズです。ダニエラ・シリバシの床運動でした。いかがですか。そうですね、全体的にはそんなに悪いというところはないんですけれども、はい、本来ですと割と床運動をシリバシ選手は笑顔でやってくれるんですけれども、なるほど、今回はそういう余裕がないのか、うん、そういうところが見られなかったのが非常に残念ですね。そうですね、はい、なんか聞くところによりますと世界選手権の後スペインの方で大会があったそうで、そうらしいですね、疲れてるらしいですね、はい、そうですね、やはり大きな大会ですと、精神的にもかなり気張ってやってますので、はい、そういうのが続くと疲労がたまりますね、うん、そうでしょうね、はい、
さて日本の方で期待は目下のところ第1日を終わって日本9位に入っております小菅真理選手、3種目目は平均台であります。13歳の全日本チャンピオン、2年連続、この入りにご注目ください。成功だ。伸身宙返りで入って、伸身宙返りは2回続くわけですね。もうこの連続が素晴らしいんですね。もう小菅選手しかできませんね、はい、残念ながら全日本選手権の時は失敗してますので、そうでした。今回は頑張ってきましたね、はいはい、入りはあの練習の時はね散々失敗してましたけどね、はい、一発勝負で見事に決めましたですね、はい、おっとちょっとぐらつきました。高さは1メートル20センチですが幅はわずかに10センチしかありません。その台上でのあの入り技は実に鮮やかであります。前転飛び、何かこうパワーがあると言いますかね。そうですね、小菅選手のいいところはやはり足腰のバネの強さでしょうね。折り技にもこの選手ならではの技を出しますからね。そうですか、楽しみですね。後転飛びから後方の宙返り、これもピタッと決めております。10メートルの台上です。うっと時折バランスを崩すシーンも見られてますが、なお先ほどの床シリバシは 9.80 です。さあフィニッシュを一つ決めてもらいたいところですが、はい、ここですムーンサルトです。あれは自信になってますか。そうですね、これはかなりの高得点になってますね。出来栄えとしてはいかがですか。そうですね、細かいぐらつきはありましたけれども、はい、技の難度といい、はい、まあ、安定性といい、かなり高得点は期待できますよ。なるほどね、この最初の入り技のところであります、はい、もう手を一切使わないで3つの技を連続してしまうんですから、本当ですね、本当に足腰が強くなければできませんね。本当ですね、はい、まるで床運動という感じがいたします。小菅真理選手、入り技鮮やかに成功しまして 9.850 という高い得点で3種目を終了しております。選手ソビエトの床運動が入ります。新聞報道などではラチューノワという名前で出ておりますが、当人に確認いたしましたらラショノワと言っておりますので、これからはどうぞラショノワで覚えていただきたいと思います。ナタリア・ラショノワ選手の床運動です。目下のところトップです。3種目目、優雅な曲が流れてますが、おそらくテンポアップすると思います。伸身です。ここからまだ続くんですよ、はい、おーすごい。これですね、走ってからも2回宙返りをやる選手が、まあ、多い中、もう往復で、それもほとんどジャンプからのすぐの連続からですからね、世界選手権個人総合第2位ラショノワ、タンブリン、おっと抱え込み2回宙返りは昨日も加納さん指摘されてましたが、足がちょっと開いてるんですね。そうですね、ああいうところは残念ですね、はい、最後に何を持ってくるでしょうか、はい、抱え込みの2回宙返り、これが最後のシリーズになりました。ナタリア・ラショノワ選手、16歳であります。シュトガルトの世界体操選手権大会は個人総合2位、跳馬では4位に入っております。さあ先ほどライバルルーマニアのボンタシュが 9.850 という高い得点をマークしておりますので、何点ぐらい出ますか。これは最初のおそらく入ったところだと思います。そうですね、体を伸ばしたところ、はい、2回宙返りですね、まあ、男子では非常に多く使われるようになりましたけれども、女子はやはりまだルーマニアの選手、あるいはソビエトの選手が選手ですね、はい、登場であります。ソビエトのグロシェコワ選手であります。このグロシェコワ選手が加納さん大技をやるんですね。やるんですね、はい、もう練習を見てましたら、はい、まあ、素晴らしい技をやってくれると思いますので、はい、まあ、ご注目いただきたいですね、ラショノワ選手は 9.925 であります。高得点が出ました。グロシェコワ選手であります。15歳、モスクワの生まれであります。やるかな。おやった、新月面、素晴らしいですね、はい、もうほとんど抱え込んでない伸身のまま2回ひねって、もう1回宙返りをするんですね。そうですね、こ
こういう選手が、この人はあの世界選手権はリザーブ補欠だということを言っておりましたですがね、はい、ソビエトの選手というのはもうゆか運動はもう非常に得意ですのでね、そういう点ではもうどんな下のレベルの選手でも素晴らしい表現力と素晴らしいタンブリングの内容を持っている選手が非常に多いですね。かつてソビエトの体操界で活躍いたしましたエルビラ・サージがこの人のコーチだそうであります。あのツリシエワとかネイリー・キムと一緒に、活躍いたしましたサージの、まあ、弟子ということになるわけです。最後に屈伸のムーンサルトを持ってくるというのは非常にやはり強い証拠ですね。本当ですね、これはおそらく最初の入りのところだと思いますがグロシェコワ選手まだ15歳、この選手は世界選手権の補欠です。第2回ですね、やってますね。まあ、練習では補助のコーチがつきっきりでやって、はい、1回1人でやってまだ前潰れてたので、うん、多分まあ、難しいんじゃないかとは思ったんですけれども、はい、もうやはり挑戦してきますね。本当ですね、見事に新月面を決めておりますがベーレンとの跳馬は 9.70 であります。グロシェコワ選手も高得点が出ると思いますが後ほどまたご紹介することにいたします。に入ってくる可能性があります。これはルーマニアのもう一人の選手でありますクリスチーナ・ボンタシュ選手であります。これからボンタシュ選手が4種目目は平均台であります。またあのシリバシ選手とは加納さんちょっと違った味のある選手ですね。そうですね、まあ、シリバシ選手も出たデビュー当時の頃はこのような可愛らしい選手だったんですけどね。そうですか、はい、まあ、次期にルーマニアを担う選手になるかと思われますね。なるほど。さあ最初の入りです。ドンダートからの後転飛び上がりですね、はい、先ほど小菅選手は手をつかずに上がってまいりました。これは後方の宙返りの2回連続。コマネチ以来もう安定性にはもう定評がありますね、まあ、豊富な練習量が多分その秘訣らしいんですけれども、はい、まあ、1日に多ければ50本あるいはこういう試合ケースですね30本から50本というもう私たちから考えられないほどの本数を通そうですよ。そうですか。したがってこうやって安定性がありますね。あのそういえば塚原さんが言ってましたがあの中学生のようなあの義務教育の選手たちは1日どう起きても3時間しか練習できないってことを言ってましたですね。やはりあの共産圏の国々はもうスポーツで、まあ、才能のある選手を見つけてはもう英才教育をしてますからね。なるほど。もうスポーツのトレーニングをもう1日のもう一番の重点に置いてそこに先生がやってきて勉強を教えてくれるというまあ、恵まれた環境で過ごしてますね。なるほどね。非常に安定性がありますボンタシュ選手の平均台であります。ゆか運動でも高得点をマークしておりまして上位に上がってきましたボンタシュ。後方抱え込み2回宙返りよりはフィニッシュのところでちょっとぐらつきました。安定が良くなかったですけれども、はい、最近はこのように折り技に、うん、あのロンダートから後転跳びという、あの折り技の2回宙返りの前に技を2つ続けてやるようにもなってきてますので、そういう点ではやはりルーコーも取り入れながらやってますね。なるほどね、チッペルト選手はご覧のように日本の2年連続のチャンピオン種目別でもこのゆかは金メダルであります。今年から小菅選手は振り付けも変わりましてね、まあ、小菅選手らしいキビキビとした素晴らしい動きですね。なるほどね。さあ最初のシリーズが始まります。ああ素晴らしいテンポ中回りからこれムーンサルト。おっとラインオーバー痛い、うん、もうゴムマリも弾みすぎちゃいますとね。そうですね、弾みすぎて出てしまいましたね。赤旗上がりまして最初のシリーズはラインオーバー上がりました。今度は抱え込みの2回宙返り。これは2本目のシリーズはきれいに決まっています。
すごいですね。そうですね、つなぎに2回ひねりから前傾を使うというのはやはり小菅選手ならではですね。世界の一流選手に内容的にも引け取らないじゃないですか。そうですね、本来ですと2本目のシリーズには本当は紳士の2回宙返りも持ってるんですけれどもね。なるほど。技を抜いてもこれだけの高難度で演技できるというのがやはり強いところですね、そうですね、まあ、ちょっとラインオーバーが惜しまれますけれども、小菅麻里選手の素晴らしい床運動でございました。こちらの方は平均台でありますダニエラ・シリバシュ選手であります。29.437、 思ったほど得点が伸びておりません。1985年の世界選手権から世界のヒノキ舞台に登場いたしましたシリバシュは、種目別では全部で9つの金メダルを獲得しております。ただし今加納さんから紹介がありましたように、ロッテルダムの世界選手権はドブレの3位、ソウルのオリンピックは一番惜しかったんですがシュシュノワの2位、シュツットガルトの世界選手権は大失敗でボギンスカヤの12位でした。さあ演技が始まりました。この辺もシリバス選手独特の技であります。これはほとんどシリバス選手が始めた上がり技ですね、はい、もう多くの選手が真似をするようになりましたね。前方の宙返りです。ただボンタシュとかあるいはダシオノワとかですね、軽やかな選手見てますとちょっと動きが重いなっていう感じはどうしてもしますね。そういうふうに思われがちですけれども、やはり、ジュニアの頃から小さい頃から難しい技をやってきまして、その途中でこのように女性らしく成長もしまして、それでいてまだこれだけの技術ができるというのはやはりその技術が完璧なまで行われているから続くんでしょうね。なるほどね。後転跳びから後方の宙返りです。体操の女王です、ダニエラ・シリバシュ19歳。ソビエトへのライバル意識というのは相当のものがあるようでありまして、練習中でもシリバシは必ずソビエトの選手の練習を見ておりました。まあ、偵察という役目もあるんだろうと思いますがね。最後抱え込み2回宙返り、後転跳びの2回連続からの後方抱え込み2回宙返りであります。ダニエラ・シリバシであります。小菅選手の先ほどの床運動は 9.675、 39.087 で4種目全部終了しております。さてこのシリバシ選手をちょっと置いておきました。これから目下のところトップを行きますソビエトのダショノワ選手の演技をご紹介することにいたします。最後の種目は平均台であります。現在 29.774、 ボンタシ選手がすでに4種目終わっておりますが 9.588 以上を出しますとボンタシを抜いてトップに立ちます。もし 9.863 以上の得点を出すようなことになりますとダショノワ選手の優勝が一気に決まってしまいます。この平均台はいわば落下というのがあるわけでありまして、最後の種目が平均台ということになりました。なおベレンキー選手の今の平行棒は 9.80 という高い得点が出ております。さあ平均台の演技が始まります。ナタリア・ダショノワ、前方宙返り上がりであります。決まりました。何か加納さん決め技って、はい、ピタッピタッっていう感じがしますね。そうですね、実際には今着地では止まってないので、細かい武器ということは言えますけれども。そうですか、無難にこなせばこの選手は高得点は出る選手ですから、慎重にいってもらいたいですね。なるほどね。今年16歳です。世界選手権は銀メダル。ちょっとバランスを崩しましたね、細かいミスですね、本来はあそこのジャンプはつながるはずですね、大きな減点にはなりませんね、
常に慎重に演技をしておりますダショノワ。後転飛びの連続、後方抱え込み2回宙返り、ね、うまくまとめましたね。中技を一つ抜いたような気もするんですけど、そうですか、はいはい、本来ですと伸身の大きな宙返りがあるんですけれども、なるほどね、はい、あ、これ一歩出てますね、確かにね、はい、はい、まあ無難になんとかこなしたという感じもするわけですが、そうですね、まあ、それでも最後大きな失敗をしない、あるいは落下しないというのはやっぱり選手の持ち力ですね。なるほどね、はい、なお先ほどの平均台シリバシ選手ですが 9.875 で、シリバシ選手は全演技を終了しておりまして 39.312 でやります。上位に上がってまいりましたが、優勝ということになりますとちょっと無理です。この選手がグロシェコワ選手でやります。15歳です。日本初登場。1989年の9月といいますから、今年の前走選手権で個人3位になったと当人は言っておりました。ただし世界選手権はリザーブ補欠であるということも言っておりましたが、この前走選手権3位というのがちょっとはっきり分かりませんけれども、3位に入ったそうです。コーチは先ほどもちょっとご紹介いたしましたエルビラ・サージ、もう体操ファンの方ならば昔の名前を覚えてらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが、実は中日カップにも4回目ですか、確かサージは来ております。その当時はツリシエワの全盛期でありました。さあグロシェコワ選手ですが、この人が狩野さん、練習ではすごい大技見せてましたですね。そうですね、はい、もう次々ともう、10センチの台の上とは思えないような技をしましたね。そうですね、それを一つ抜かずにやってもらいたいもんでありますが、ソビエトの選手はこういうジャンプ系の姿勢が素晴らしいんですね。あ、そうですか、はい、投てきネタ、あーっと落下惜しいな。ラショノワ選手は 9.937 が出ました。 39.711 ラショノワ選手は優勝であります。あのひねりは決めてほしかったですが、ね、練習中でも随分落下してましたね。そうですね、今のような姿勢の技も綺麗なんですよね、それだけもう動けばもう絵になる、もう素質を兼ね備えてるんですね。まあ、それもまあトレーニングの成果だと思うんですけれども、厳しいまあ柔軟運動ですとか、はい、そういうのも伺ってますね。ここからおっと、ね、横向きで、そうなんです、縦向きでも後転跳びは落ちる選手も中にはいるんですけれども、はい、10センチの間でやる、そんなことできるんですね。だけどね、びっくりしたんですか。これは審議に今回の大会の審判会議でも申請されたそうですよ。そうですか、はい、後ほどスローモーションでご覧いただこうと思います。今のは新技です。ムーンサルト、後転飛び2回連続からのムーンサルト、これは驚きました。途中のあの1回ひねりの落下はちょっと痛いんですけれども、そうですね、いやこんな選手がいるんですね。これです。そうですね、まあ、素晴らしい技ですねただ何を言えば、あの初めの時の足の開きはやめてもらいたいですね。そうですか、はい、ね、お姉さん役も完全に果たしています。 あとね、はい、自信さえつけば本当にいい選手になるんだけどなとコーチは言ってました。はい、植木さんでした。さて、跳馬の方で池谷選手が、平均台ではこのカリナ選手が最後の演技者ということになります。すでにダシュノワ選手の優勝が決まっております。今度はこのカリナ選手の大技をご覧いただこうと思います。ソビエトは今度はラショノワ、それからカリニナ、このグロシェコワという3人の選手を起用してまいりました。まあ、それにしましても層が厚いなという感じしますね。そうですね、もう強化がもう一貫して行われているようですね、はい、優勝いたしましたラショノワ選手はもうすでにくつろいでおります。全演技を終了しました。最初の入り技から一つ注目することにいたします。カラフルなユニフォームです。飛んだ後から後転飛び役ですね、はい、ひねります。
今のひねりの評価はどういうことになりますか。はい、これはまあ難度で言いますと D 難度、はい、最高級の技になるんですね。はいはい、やはり10センチの台の上で1回ひねりまして、しかも平均台をまたいでということで、はいはい、加点もついてる技なんですね。なるほどね。はい、まあ、最近の平均台ですと、もう伸身の宙返りの連続ですとか、はい、まあ、前方宙返りですとか、うん、それに加えて最近はこのようなひねりがもう入ってきてますね。本当ですね。おー、すごいですね。これは後転跳びの2回から後方の宙返り、今の豪快さはこれはまさしく床運動ですね。そうですね、やはり平均台幅が10センチということで、片足ずつやるよりも両足で蹴る方が難しいんですね。あ、なるほどね。はい、その点で言えばこちらの方が床の同じようなスピードを出せるんですけれども、10センチの間に両足をつかなきゃいけないということで難しさがあるんですね。これはもうやはりこの安定性は練習以外の何物でもないでしょうかね。そうですね、ムーンサルト、これを決めましたが、ちょっと左足の後ろに下がっておりますが、実に見事な内容であります。ナタリア・カリニナ選手であります。あ、ダシュノワ選手と抱き合っておりますが、ダシュノワ選手の優勝が決まりました。なお、グロシェコワ選手の平均台は 9.437、 38.936、 平均台失敗しております。 38.936 で終わりました。それからイタリアのチェッチ選手の平行棒は 9.80 であります。従いまして池谷は現在第3位ということになります。出せるんですけれども、10センチの間に両足をつかなきゃいけないということで難しさがあるんですね。これはもうやはりこの安定性は練習以外の何物でもないでしょうかね。そうですね、これはムーンサルト、これを決めましたが、ちょっと左足の後ろに下がっておりますが、実に見事な内容であります。ナタリア・カリニナ選手であります。あ、ダシュノワ選手と抱き合っておりますが、ダシュノワ選手の優勝が決まりました。なお、グロシェコワ選手の平均台は 9.437、 38.936、 平均台失敗しております。 38.936 で終わりました。それからイタリアのチェッチ選手の平行棒は 9.80 であります。従いまして池谷は現在第3位ということになります。優勝おめでとうございます。まず感想を聞かせてください。Поздравляю, какое впечатление? Очень хорошее. Отличное, да, можно сказать. とっても嬉しいです。ハッピーな気分です。2日間の演技を見て、ほとんどミスらしいミスは見えなかったんですが、その辺はいかがでしょう？Мы хотим сказать, что все эти два дня совсем не было ошибок. Так ли это? Почти. Немножко были. Маленькие. Незаметные для зрителей.多分皆さん分からなかったと思うんですけど、ほんのちょっとミスがあったと思います。去年に続いてこれが2度目の来日というわけなんですが、去年と比べていかがでした？ты уже второй раз приезжаешь сюда в Нагое и хочешь еще раз приехать на следующий год? Очень хочу. また来年ぜひともこのチューニティカップに来たいと思いますので、皆さん応援してください。おめでとうございました。こちらみたい。そして女子の優勝者、ラショノワ選手です。おめでとうございます。まず感想から。Поздравляем, да. Что ты хочешь сказать об этих соревнованиях? Впечатления? Мне эти соревнования понравились. Тут собрались почти все звезды всех стран. Интересно было выступать. 今回チューニティカップ初めて来日してたんですけど、優勝して非常に嬉しく思っております。世界選手権で第2位ということで、その実力を我々も非常に期待していたんですが、その通りの活躍をしてくれました。мы знаем, что ты очень хорошо выступил на чемпионате мира, да, и мы думаем, что ты сегодня очень хорошо выступила. Так ли это? Сегодня я выступила получше, чем вчера. Ну, в принципе, в общем, хорошо. 世界選手権よりは出来が悪かったと思うんですけど、でも自分自身がとてもいい演技できたと思います。Спасибо. ありがとうございました。以上、優勝者インタビューでした。
どうもありがとうが可愛かったですね。放送席です。遠藤さんと加納さん。